W62P はパナソニックモバイルコミュニケーションズが日本国内向けに開発した au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN 対応携帯電話である。また、本校では本機をベースにしたコラボレーションモデルの島工作携帯についても記述する。W61P の後継機種で女性ユーザー向けに特化した端末であり、 同社の同キャリア向けの2007年夏モデルである W52P と同様に左右非対称のデザインが用いられている。なお、機能面に関しては基本的にベースとなった W61P と共通である。同社製の EV、ドゥーレル、例、KCP 対応機種としては最終機種となっている。ランフォーマネー闘争中で過去利用されていた。2008年11月20日に au の特設キャンペーンサイトにて3000台限定で先着予約順に限定販売された w62p の特別バージョン作者の広金健二がかつてパナソニックの前身にあたる松下電気産業に勤務していた経験があり作中の企業初芝のモデルとなったことにちなみパナソニックモバイル製端末が採用されたちなみにこのコラボレーションモデルには パナソニックのロゴではなく、初芝のロゴが、本体キー上部に小さく表記されており、本機専用のオリジナルコンテンツ及び EG、携帯アレンジなどのデータがプリセットされ、それ以外の機能は W61P 及び W62P と同一である。また、この端末の特別添付品として、初芝御用ホールディングスの車掌と社員掌、さらに、 作者の広ロ検事ケン直筆による特製島工作のサインシールが添付される。本体色はシャルマンゴールドのみ。他、ありがとうございます。